午後のゲリラ雷雨情報です。山口さん、はい、東京都内からはポツポツ来ましたとリポートが届いています。そうですね、まあ、一部こうやってこう黒い雲になってきておりますけれども、雨雲に変わってきている可能性があります。はい、で午後にかけてはですね、この山沿い内陸部を中心に、まあ、東北から九州にかけてはですね、天気の急変要注意といったところが増えそうなんですよ。はい、でまず現在の状況をご覧いただきましょう。西日本や東日本なんですけれども、まだですね、実際雨雲としてこう捉えられているのは、まあ、関東北部ですね、ごく一部ぐらいです。で九州にかかっているこの雲は、これはですね、朝から雨を降らせている、まあ、帯状の雲がだんだんと南に下がってきて、まあ、ここまで来ているんですけれども、朝に比べるとだいぶ活動弱くなってきました。はい、ただこの後については、気温の上昇によって、広い範囲で、山沿い内陸部を中心に雨雲が発生してくる可能性ありますね。雷雨となる可能性もありますか？はい、そうなんですよ。こちらも特にね、この山沿い内陸部なんですけれども、この後の雷雨発生確率を見ますと、関東の北部や西部、また北陸から西の主に日本海側山沿いですね、こういったところで、確率がやや高くなっております。で今日は上空の風向きが全体的に西から東にこう吹いておりますので、はい、特に西側に見えてくる黒い雲やもくもくとした雲ですね、そういったものが見えてくるようですと、天気急変の兆候となります。広い範囲で大規模な雷雨になる心配は今日はないものの、この色が塗られている以外のところでもにわか雨の可能性はあるということになりますね。折りたたみ傘や晴雨兼用の傘お持ちください。またウェザーニュースのアプリからはゲリラ雷雨チャンネルご覧いただくことができます。チェックをしてください。